っちゃ輝いてる。皆さんこんにちは、めこです。今日はですね、ミミッキュのナノブロックを作っていこうと思います。がっつりガキムケ動画です。かわいい。正体不明、ボロ切れの中身を見たとある学者は恐怖のあまりショック死した。やべえやつじゃん。なんかいっぱい入ってる。これこの間スカイツリーでポッチャももらった時に買いました。パズルほとんどやったことないんですけど、ポケモンだし最初の年に2歳からチャレンジできるみたいなので、これならと思い、ポケセンちょくちょく行くんですけど、ポケモンカフェにも行くんですよね。これこの間行ってきたアルセウスカフェのメニューなんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか。ピカチュウを食べました。こんなに可愛いのにちゃんと美味しいのがすごい。アルセウス進捗よく聞かれるんですけど、ほとんど進んでません。ちょっとやっていくか。大体のね、メンバーは決まりました。モクロ、イーブイ、ポニータ、ゲンガ、ポッチャマ、これはスタメン入りです。コリンクだけちょっと別の子にしたいなって感じではあります。サンダースにして、コリンクなんかあれするか。雷の石どこで手に入れるんだ。アルセウス雷の石フレンドポイント、うわ55しかないじゃん、やば。じゃあもう拾いに行くか。時空の歪み、結構大変なんだ。宝石と落とし物探しに行くか。剣の、こういうやつもしかして。ねえ、でもな、俺登ってたらめんどくさいんだが。甘石じゃないんだよ。甘石ばっかじゃん。宝石ってこれで合ってんのかな、そもそもの話。落とし物拾いに行くか。あった、やっと半分だ。あった。マジでビッパピーダルか。お前かわいいな。何もしてこんし。めっちゃごめん。あれ逃げちゃったの。怒っちゃった。ごめんって。落とし物ないよ。これもさ、フレンドポイント入れてくれよ。時空の歪みが発生しそうなんだ。おお発生した。やばい。あんたら無理かも。逃げよう。してんじゃん。ねえ、待って。あった。いつあったの？おや、イーブイの様子が。楽しんでます。待って寝てない。寝てるお風呂。かわいい。次回の生放送でアルセウス倒したいんですけど、いつになるかわかんないです。私が初めてアルセウスに出会ったのは18歳の頃。また出会えるなんて嬉しいな。夢中。
ちゃった。すいません、心配しました。一個ずつずれてはめちゃって外せません。ここまでできました。成功するとこれになるので、チャレンジされる方は頑張ってください。バイバーイ。